じゃないあなた。合わせない。セグナンシェイプとかだったらやめよう。わかんないな。キャンプが強いとか。彼氏は分かってくれると思う。かけてるわけじゃなくて。無限の可能性があるから、無限の可能性があるから、回せる分だけ回した方がいい。これね、ひろちゃんの強み。そう、回して余裕見て回復間に合ったら治療でいい。そうじゃないと無駄な症状出るから、この間に治療を入れればいい。これであと1台回せばって状況を作ったから、これがヒロちゃんのスーパープレイ、ビッグプレイだよ。こういうのをね、評価するやつは、デトライセンスはある。二度と同じよ。このプレイのいかに大切さっていうことが分かってるやつは優秀。分かんないやつが多いからね。あっちの向こうエリア、そう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 。レオンが回してる位置が、回ればいいんだが、俺がこんなコントロール状態なんだよ。無限じゃねえじゃん。じゃあなおさら。その状態がやばいってことがいかに分かる映像だと思う。
先だけを見据えて。いやーもう、コローラーが本当に強いことがわかると思う。どれだけ、時間かけよう、時間かけよう。こっちやるわ。当然もう向こうがメインになってる。トラモブは同じところをつけたがる。トラモブと、世界観が違う人。もう、すごいお手本だよ、これ。この配信って、ほんとためになる。邪魔でしかねえよ、こいつよ。ほんと邪魔だよな、こういうやつってよ。何やしたいんだよ、勝つんだよ、脱出しろよ、早く。これはヒーローじゃーデッドバイのエース、スーパースター。ノラモブは、前しか見えない。デッドバイのエースクラスは、違う発電機を触る。僕の映像を見れば、僕がいかに綺麗なことをやってるかってわかるよ。最短距離を目指すのは、野良のレベル。長期戦でも正しい道を選ぶのが俺の道。この配信みたいで感心してる人の方が、優れてる。どっち、紫かブルレアかわかんないけど、どっちかの墓石関連は持ってる。はじめメントはあるから。この二人はさ、向こうのゲートを開けるべきなんだよ。モレルとネアの間違いは自分のことしか考えてない。ゲートが開いたところに行く。人が回してる発電機を回す。これじゃダメなんですよ。人が回していない発電機を回してるんですよ。スーパーエースって。
これができてる人の配信者なんてもう最高よ。あ、俺？この中で？ああ、セーブルモードが正しい音域してるって思うわ。発電機の5台目の音域が全然違うっていう。他の2人は、ああ、これかっていう。結果つけてるのそっちでも、正しい道は、まあ分かれてやる。プラスアルファこの2人の問題点は、ゲート上げなんだよ。レザーゲートを上げなきゃいけないんだよ。それをチキって逃げて上げないんだよ。向こうのゲートを。で、レオンがやったところの、あれを上げようとする。レオンの発電機回しも聞いてんだよ。あれ。三代目になるか？俺が四代目だから。三代目のとことか、あれもう発電機回してから救助のが。ダメなプレイヤーは治療を優先するから。うん。そういうプレイの積み重ねが、負けにつながるから。絶対発電機。で、あと触れればいいだけの状態にして、治療に行った方がいいよ。うん。紫のあれ持ってるね。俺がヒロちゃん。こういうのを見て、まあヒロちゃんの